以前食べた北海道あんバターパイ&スイートポテトパイを買ったお店の蒸しきんつばというものを食べられました。きんつばって確か、あんこを固めて蒸した、そうですね、蒸したけどそのまま。蒸したというのはそのままです。あんこを固めた羊羹とはまた違う味わいのあるお菓子です。でもね、合ってますかこれ。中身はですね、どうなってる？おお、なんか個人的に、金つばと聞くと四角いイメージがあるんですが、これ丸いですね。あ、四角いというのは先入観か。では、どんな味わいがあるのか、確かめてみたいと思います。いただきまーす。そうですね。もちっとした弾力のある生地は、なんていうかなー。あ、おまんじゅうとはまた違った美味しさがあって、和菓子の新たな可能性を教えてくれるような味わいになっていますね。一方、あんこはというと、さっぱりした味わいがふわっと広がってきて美味しい。なんて言うんだろうな、こうね。もちっとしてるけど、またおまんじゅうとは違う味わいがあって、もっといろんなあんこで食べたくなるような和菓子に仕上がっていると、私日常演舞は食べて思いました。ぜひあなたにも食べてもらいたいですね。それでは、詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。ですね。噛んだ瞬間におまんじゅうほど分厚くはないのですが、ちょっともちっとした歯ごたえがあって、後からあんこのさっぱりとした甘さが追いかけてくるようなお菓子になっていますね。なので、まんじゅうに比べると皮が薄い分、あんこの甘さがさっぱりと口の中にふわっと広がってきて、サクッと噛むことができるお菓子になっていると思いました。まんじゅうのあのもっさりとした感じがちょっとなぁ。だけど、あんこを味わいたい。あなたがもしそのようにお考えなのであれば、今日食べた蒸しきんつば、ぜひ食べてみてください。というわけで、今日食べた蒸しきんつばは、5点とさせていただきます。それでは。元旦に駅に行くのや初詣。神社がそれだけ遠いってことなのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。